どうもポンタです。今回はストームポイントのランクでおすすめの武器構成を紹介していきます。ランクで武器を選ぶ際に参考にしていただけたらと思います。それでは本編の方どうぞ。まず一つ目の武器構成はチャージライフルとディボーションです。ディボーションのところはフラットラインやパッドの方ならカー SMG でも代用可能です。ストームポイントはかなり光線距離が長くなるのでスナイパーが欲しくなることが多々あります。ロングボウやセンチネルでもいいんですが、チャージライフルが一番安定してダメージが出せるので一番のおすすめはチャージライフルになります。そしてチャージライフルのお供としては中距離近距離を1本で完結できるディボーションやフラットラインを組み合わせた武器構成になります。特にこの武器構成はアンチムーブをしている時に輝きます。もちろんハジムーブでもチャーライでアーマーを育てたりファイトのきっかけを作ることができるのでどのムーブをしても強い武器構成になります。とりあえず一番初めに試してほしいです。次の武器構成はボセックとニボやフラトラです。この構成もパッドの方ならカーで代用可能です。もしキーマーの方でも安定してワンマガで倒せるとかならありだと思います。この構成の場合光線距離が離れすぎてしまうとボセックの偏差が難しくなるので打てる距離は短くはなりますが、チャーライと違って遮蔽越しでのダメージトレードには勝ちやすいです。なぜならチャーライの場合ピークする時間が長くなってしまいますが、ボセックはピークする時間を短くすることができるためです。なので中距離上でダメージも出せて正面のダメージトレードにも勝ちたい手方向けの武器構成になります。この武器構成もアンチムーブ、端ムーブどちらでも強いです。お次の武器構成はフルオート中距離武器とカーを組み合わせた構成になります。中距離武器としてはフラットラインやカービン、スピットファイア、ハボック、ディボーションなどです。その中で自分が得意な武器をメインとして持ち、サブにカーを持つという武器構成です。ストームポイントではショットガンの強い距離になることが少なく、サブに持つならショットガンよりカーの方が強い場面が多いかと思います。またまともに使えるショットガンがピースキーパーくらいしかないのも理由の一つです。この武器構成の場合遠距離で戦うのには向いていませんが、中距離や近距離で戦う分には安定してダメージが出せるので打てる距離まで詰められれば強い武器構成になります。また敵がスナイパー系を持っていることの多い現環境では自分の打てる距離にさえ持ち込むことができれば勝ちやすいかと思います。ただアンチムーブをメインに動くのであれば最終盤までやることがないのでそれだけが弱点です。今回紹介する中では一番扱いやすい武器構成になっているので良ければ試してみてください。お次の武器構成はフルオート中距離武器とピースキーパーの組み合わせです。正直この構成はジブラルタルを使わないのであればそこまでおすすめはしないのですが、ピースキーパーが得意な方や遮蔽をうまく使って戦いたいって方にはおすすめです。中距離武器に関しては先ほども紹介した中から得意な武器を選ぶといった感じです。ショットガンがある分室内でのファイトやドームファイトに強気に打ち合えるので近距離では打ち勝ちやすい武器構成になります。次はウィングマンとカーの武器構成です。この武器構成はどちらも ADS した時の足が速いので正面の打ち合いに強い構成になってます。またウィングマンはピークを削った打ち合いができるので遮蔽越しでのダメージトレードにも勝ちやすいです。この武器構成が向いているのはアンチに入るムーブをする方よりは足でキルムーブする方に向いてます。もちろんアンチに入る場合も弾持ちがいいのでずっと打っていられるのですが、ストームポイントは光線距離が長すぎるため当てられる距離が限られてきます。なのでアンチムーブをするならチャーライやボセックなんかを持った方がアーマーを育てられ遠くのキルポも拾いやすいのでおすすめです。以上ストームポイントのおすすめ武器構成でした。ランクで武器構成に悩んでいる方は参考にしてみてください。